皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。先日、有名フィリピン系 YouTuber たちの収入を調べてみたという動画を出させてもらったんですけど、かなり評判が良かったので、今回は類似企画としてもう一本作ってみました。今回の動画なんですけど、今回は収益の観点ではなくて、最近イケイケのフィリピン系 YouTuber さんを紹介したいなと思いまして、先日ご紹介したソーシャルブレードを使って抽出してみました。ではどうやってそのイケイケ具合を測るかと言いますと、皆さん多分共通認識としてチャンネル登録者数よりも視聴されている回数が多いチャンネルは皆さんイケイケと感じるんじゃないかなということで、視聴回数割るチャンネル登録者数をこのランキングのデータとして使っています。つまりチャンネル登録者数以上に多くの方に視聴されているチャンネルが上位に来るランキングとなっています。レースに参加するチャンネルはこちらとなります。チャンネル登録者数が1万人を超えているようなチャンネルはすでにメジャーですので、今回のレースの参加の対象外としました。また収益化してない1000人以下のチャンネルについても今回は対象外としました。そして今回は単にランキングをお見せするだけでは面白くないので、フローリッシュのバーチャルレースという仕掛けを使って、皆さんにランキングが出来上がるまでの様子をご覧いただこうと思います。そして動画の最後に上位3位に入ったイケイケなチャンネルについて、概要紹介などをさせていただこうと思いますので、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それではレース開始です。はい、皆さん、バーチャルレース楽しんでいただけましたでしょうか。バーチャルレースの結果はこのようになりました。上位3位に入りましたフィリピン野郎さん、メイ&タクさん、セブライフさんのチャンネルを紹介させていただきたいと思います。まず最初はフィリピン野郎さんのチャンネルです。このチャンネルはフィリピン野郎こと日本人の旦那さんとピナちゃんことフィリピーナの奥さんが日本での日常生活を主に動画にされているチャンネルです。奥さんとは出会い系サイトを通して知り合ったそうで、二人のお子さんであるルーちゃんとのほのぼのした日常生活がありのままの姿で伝えられていて、とても温かい気持ちになる動画が多いです。日本での生活に奮闘するひなちゃんの様子をご覧になってみてください。次はメイ&タク、僕の妻はフィリピーナチャンネルです。日本人のタクさんとメイさんは英会話スクールで知り合ったそうで、今年の1月にご結婚された新婚ホヤホヤカップルのチャンネルです。動画はセブに住むお二人のほのぼのとした日常生活に関するものが多くて、典型的というと失礼かもしれませんが、典型的な日本人と典型的なフィリピーナの性格がどう噛み合うか噛み合わないかなんていう観点で見ると、とても面白いチャンネルでいつも拝見しています。最後はセブライフチャンネルさんです。このチャンネルはセブに住む日本人のトモさんが義理のお父さんのファームを手伝っていて、牛、豚、鶏など生産現場などを動画にされているチャンネルです。都会とは全く異なる暮らしぶりがとても興味深い動画だと思います。ちなみにこのトモさんの奥様も英会話スクールで知り合ったフィリピーナだそうです。家畜の飼育に興味がある方に特におすすめのチャンネルです。さて今回はチャンネル登録者数以上に多くの方に視聴されているイケイケなチャンネルのランキングを独自のルールを使って抽出してみました。皆さんが知っているイケイケなチャンネルがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。
この動画が好評でしたら、また来月も実施してみたいと思います。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。